あ、そうだみんな、切り抜きチャンネルやっていい？切り抜きチャンネルの募集かけていい？この前の配信の最後に話そうと思ってそのまま配信終わっちゃったんだよな俺。公式切り抜き、いや決まってない、募集かけていい？パソコン触ったことないけどやれそう、やる気はありますってやつね。だるまさんみたいな感じ。丸太の携帯がわかんないけど、別チャンネルっていうかふわっちみたいな感じかな、どちらかというとふわっちみたいな感じ。なんか俺のチャンネルを使って俺のなんか切り抜きを上げるみたいな。最近切り抜きの波来てるらしいから、自分のチャンネルに切り抜きが上がるみたいな。まあ俺はほぼ監修しないだろうから完全に任せることになるのかな、わかんないけどなんかさ、違うチャンネルのが見やすいのみんな、わかんないけど、まあ試験的にやってみようかなみたいな。まあでも一旦やってみよう。で見づらかったら、でもさ別チャンネルどういうこと、俺のサブチャンを切り抜きチャンネルにするってこと、そういう感じ。その方が見やすいって話だよねそれ。そう今ね動画とライブが分けられてるから、クズハのチャリ指導もしかして。なるほどね、公認みたいなね、あるよね公認ってやつ。サブチャン派か本チャンネルから上がる派か、まあ、結局どっちもあんま関わんないから変わんねえけど。投票で決める、今いる今いるやつらで決める。アンケート開始。いやでもわかんない、その本チャンネル予定で運営には行ってたから。その場合ってさ、もう今ある今あるあれでいい気もするけどねまあでも俺がリツイートするっていうのはまた公式感出るか。今だとまあライブと分けられるけど、まあでも見やすいっていう意見はわかる。アルゴリズム的に本ちゃんでいい。あ、そうなの？公認系はできないのか。公認系よくわかんないんだけど、あれ。なんか二次三次で公認出してる人いる？公認会計士。チーセンが公認出してる？なんかどちらかというと公認が必要って感じか。普通に本チャンネルで出して本チャンネルの数字伸ばした方がいいんじゃないのか。おー、もう確かに。確かにね。公認ってあれなんでやんの？いや、公認ってさ、そもそも、公認の反対って何？否認？そもそも、その、悪意のある切り抜きとかあるから、自由にやんのやめなたいのやつ？非公認か。容疑を否認しているみたいな。悪質なのがあるから、なるほどね。海賊版切り抜き。公認はそもそも切り抜きチャンネルで上がった収益をちゃんと折半してますよの証。なるほどね、金もらえんのか切り抜きチャンネルに言えば。でもさ、なんか切り抜き作ってもらってるからさ、この分はぜひもらってほしいって思ってる派だけど、ボドカの公認切り抜きチャンネルは収益持ち逃げされた。いいね、クズハの切り抜きだいぶ無法地帯。そうなの自分の切り抜きって見ねえんだよな俺。来た、卵パーク、卵パーク来たぞ。はい、アンケート終了。本チャンネルであげましょう。じゃあちょっと募集のあれ出すわ。そのうちこれだ、金属片と道路看板